はいどうも、妖怪三国志国取りょうず今回もやっていきます。今回ねちょっとまあちょっと国取りの現状を知ってもらいたいっていう動画ですね。これサーバー2のシルバーセッションで、まあ残り1日、まあ残り実際2日か、火水の2日っていうところなんですが、見てくださいこのマップを。戦いに明け暮れたこの足跡、そして地道に他の一国が残っている、これですよ。これシルバーセッションですよ。シルバーセッションってこの前の公式生放送でシルバーはまったり、ゴールドはがっつりっていう話を、プロデューサーさんの方が話してたと思いますが、これ個人ランキングベスト100ほとんどがシルバーセッションの人ですよ。まったりっすかっていうあれですけど、まあただなんて言うんだろう、一応その運営さんのまず目指してたのが多分実力を拮抗したマッチングをするっていうことだったと思うんですけど、まあなんていうんですかね、実際実力が拮抗すると正直もう全然楽しくないっていうか、この焼け野原になるっていう感じですかね。これすごいでしょ、これ残り1日なのにこれよ。で私はね、でしかも見てこの3国目もちゃんと残ってるのよ。でなんでこんなことが起こるかっていうと、攻め有利なんでね、守るのが難しくて攻め有利だからってのがあります。なので実力拮抗って言ったけど、まあちょっとぐらいの差だったらまあほとんど守れないね。しかも守るのもめちゃめちゃ消耗して結局守れませんみたいな、なんかそんな感じ。で私はね今同盟も率いてないし、私は手を抜くよ正直、平民だしダメだけど、同盟主さんとか軍師ってやっぱり力を抜けないのよ。戦闘切ってる方々は力を抜きづらい。まあしかもこれってこういうのって一回ねやられるともうなし崩しにやられちゃったりして、でただあと終盤になるとね、終わった人とかが移籍して駆けつけたりしてくることがあって、なんか急に相手が強くなるってこともたまにありますかね。で何が言いたいかというと、まあ私、まあこれはまず運営さんがいろいろなんかソフトを使っていろいろ分析して拮抗する姿は何だっていうので求めていた姿だと思うんですけど、実際は何て言うんだろう、まあユーザーはねいつも私も含めてね、私も含めてというか私はね、戦力に差がありすぎるなんて文句を言ってて、じゃあ拮抗させたらどうなるのって言ったらこうなりましたと。でただね、もう全部取る必要あんのっていうのがまず主要の首都取ればいいんじゃないのっていうところがある。予約3つぐらいしてドカンとやったらもう正直守りきれない、相当の戦力差がないと正直守りきれないのか、もしくはすごい人が3人いると強い防衛3つずつ各地に置けるから、それでひっくり返せないっていうのはあるけど、まあ、現状はもうすごい何ていうの、疲労困憊というか、私なんかはそうでもないんだけど、甲状腺急戦症もしてるっていうかさ、っていう感じで、一応まあ何て言うんだろう、まあ何が悪いとか悪くないとか、まあ、あれじゃなくて、多分こう同じことがずっと続くのが良くないのかなと思ってて、戦力下がると触れないにつまんないし、拮抗するとこう焼け野原になるしっていうところで難しいなと思ってるんですけど、あとこの名品強化、これも何がいけないかっていうと、強い人がさらに強くなるだけなんですよ。だからなんか
逆効果というか、なんていうんですかね、強い、とにかく強い同盟にこう有利な、なんつうの、うん、まあ課金ゲームだからそれでもいいのかもしれないけど、なんかあまりにもなんていうんですかね、そっちに振りすぎてるというかな感じがしてるので、連戦連勝してるところがどんどん名品強化してさらに強くなって、どん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 手につけられなくなってるっていうところもあると思うんですよね。なんでなんていうんですかね、難しいもんですね。はい、ちょっとそう、何、私は個人的にはなんつうの、あのまあブーブー言ってますが、あの3321、2333、まあほとんど負けてるから嫌なんだけど、本当は本当は勝ちまくりたいけどね。うん、だけどなんか連勝しまくったり連敗しまくんなきゃいいなと思ってて、まあ個人的にはこう負けまくってるからすごい嫌なんですけど、ただ私は手を抜けるのでまだいいですけど、全力でやって勝つね、あの負けも受け入れなきゃいけないっていうところがかなりあると思うので、かつそれがねシルバーセッションなんで、なんかちょっとこれはうんと文句も言いつつこうすればいいっていうのが特にないのであれなんですけどね。ただなんていうんですかね、日本代表のサッカーの4バック5バックじゃないけど、もう変えていくしかないんじゃないかなと思いますね。あの同じルールのセッションを続けても厳しいのかなっていう、なんかそんな感じがしております。これでもね引けないのよ、私こういうのが無理で同盟主やめたんですけど、これはちょっとねきついよというところ。だこれだったらもう戦力差があってやられた方がまだマシかなと私個人は思います。なんでちょっとその辺ね、あのなんていうんですか、平平民はあのついていけばいいだけなんで、今のままでも全然楽なんですよ、これであったとしてもね、あの自分の行きたい時だけ行くんで平平民は。ですけどその上位の方たちはやっぱ日本人真面目な人が多いんで、うん、ちょっとオーバートレーニング症候群じゃないですか、オーバーワークになってるなっていうふうに思うので、ちょっとこのこれ分かってると思うんですよね、上の方ね。これこの赤と青の方からしたらこの緑がさ微妙に残ってるのもすごい嫌だしさ、はい、ちょっと現状をということでちょっとこの動画にさせていただきました。なんて個人的にははい全部取るのが嫌だっていうのと、うん、はい、あとは連勝連敗しないマッチングにしてほしいなっていうところですかね。はい、ということで以上です。すごいよね。